皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。マイゴルフです。ということで、はい、今回のマイゴルフはですね、はい、まあ、前回引き続き、ゴルフ夫婦さんに来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴルフ夫婦さんとね、はい、岡山金領、はい、カントリークラブさん回らせていただいております。ありがとうございます。最高のメンテナンスなんで、はい、ぜひ皆さん岡山の方ぜひね遊びに来てください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、はい、始めましょう。始めましょう。今回ゴルフ夫婦さんとなんですけど、僕らの動画は奇数回なんで、はい、ゴルフさんのチャンネルの方で偶数回が上がるので、ぜひ皆さんねチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。前回ね兵庫来ていただいた時は僕たち負けてしまったんで、今回は絶対に負けない。そうですよ。あの斜めに生えてる松ぐらいで260ぐらい。あたす、はい、あそこからフェードや、ね、あそこから F で、DF? 誰かカメムシ踏みました。あ、ほんまや。僕キュウリ持ってます。それやキュウリ割ったやろ今。そうパキッて割った。うおい、ヘリコプターフィニッシュ。ヘリコプターフィニッシュ。ヘリコプター、ヘリコプター。手前っすよね。手前っすよね。手前っす。多分びっくりした。あるでしょ。あ、でもボールっぽいのは見えてます。怪しいぞ。ちょっと怪しいぞ。かわいそう。大丈夫、大丈夫。僕はこの方向最終目的地で行きます。ですね。でも出玉はカートの上。ワンチャン源スライスで。近く行くよな。M スライス。うおお。やりすぎた。いや、いいと思う。いや、めっちゃ吹き上がってます、これ。あ、全然大丈夫。ヤバタニエ。オロチンユ。ドンって言ったよね。うん。え、なんて。あ、右ラフには残ってますね。ありがとうございます。確か。金量の主なんで。はい、もう、あれ間違ってたら逆に、はい、もうそこから行かしてもらいます。ユージャーさんはもう金量で働いてたんでね。そうですね、もう主だから。めちゃくちゃ回ったことあるらしいですね。2回しかないです。なんで。嫌いやった。おーい。え？完璧。女子アマチュアってそんなとこ狙うんや。わーお。えぐち。日本一の女子アマとなればやっぱあの木の間行くんですね。いやえぐち。はい。おらんから。ありましたね。今日おらんから。今日カメラマンさんの江口さやさんのあの服着てる。あ、本当だ。ブランド。あたす。そういうことやったんか。あたす。ちょっとドライバー当てたんで。ゆかちゃんのドライバーでいきます。愛の力を借りて目指せワンオン。あ、愛の力。ゆかちゃんのドライバーです。ゆかさんドライバー。あ、やばい。ファー、ブンバがっとるやないか。ゆかさんがいい球を打ったからな。確かにゆかさんがもう置いてくれてるから、うん、そうですね。完璧な打たれた。それ行かないとね、うん、男たるもの。そうか、それでちょっと今日なんかウキウキなんか。そうそうそう。すごいウキウキすぎてさ、朝迎えに来てくれた車浮いてたもん。そっちのウキウキ。めっちゃ浮いてるやん。ウキウキ。もう飼い主を表現してるやん。もう畑の前砂利で砂ぼこり立つねんけど、一切立たずに急に来たからびっくりした。そう、最新技術じゃん。うわっと思ったら浮いてた。リニアって実現できんねんな。そういうことかよ。それ本当にサヨさんタイプのやつなんですか。わざわざ愛知まで行って買いに行ったの。マジですか。え、江口さよさんが行ってポップアップしてましたね。店舗でやってるっていうのを見つけてわざわざ買いに行って。おお。だからね、やっぱそりゃさよさん可愛いからな。で、なんか特典もあったんですか。おお、そうなんだ。お前映す映すまだこのにやけ顔と一緒。お前裏喧嘩ましたろかな。もう困っちゃうな。ガノンドルフの裏喧嘩。ちょいちょいわからんっていう。わかるやんな、スマブラの裏喧嘩。スマブラな。ゆかちゃん今日ネスみたいな帽子のかぶり方してたな。
ちょっと日差しが左から来てて、あ、そう、ネスのあの被り方あるじゃないですか。あ、OK ってやつですね。わかるんですね、皆さん。わかるでしょう。スマブラは青春なんで。あ、やってましたよね、はい、本当にね。全然わからんかった。ゆかさんあれですか。ゆかさんあれです。そうですね。え、お二人休日ゲームとかしたりします？全くしないんですよ。ゲームとかしないですよね。僕らもうほんま息してるだけだよな。息してるだけ。なんかわからないです。ほんま息してるだけ。息してるだけってやばいっすわ。怖いっすよ、でも。自分でも。ほぼ死んでるやん。家の中で体育座りしてるのちゃうか。壁に向かって。怖いっす。清水さん、バンカーぐらいかもしれないですね。そんな飛んでるかな。あ、バンカー。バンカー刺身ので行こうか。え、逆にでも、どうなんだろう。いや、これちょっと微妙やで。でもあれ簡単じゃん、こっちの方が。え、ほんま？寄るのはそっちやろ。じゃあこっちで行こうか。うん、何本？73。クラブ持ってきんちゃう。いやいや、あるんで。あるん？あるんだけど、どっちで打とうかっていう。52回やった。52度で何度、何やと？80。はい。もうライ悪いし。73やと52で行きます。うまっ。うまっ。やばい、やばい、ナイスだ。鬼嫁本気出してきましたよ、皆さん。やべえぞ。今のでもゆかちゃん何割本気度？いや、今の5割ぐらいじゃない？5割ぐらい。薄かった、本当に、ちょっと。58度でいきます。うまい、うまい。やばい、これもええと。戻れ、戻る。あ、戻らない。あ、惜しい。でもナイス。ちょっと強く入ったな。うん、ナイス。66ヤード56で、はい。ごめんなさい。これも今日足早いから、ね、足早い。ちょっと足早いから。なんたって浮いてるから。浮いてるから。ドラえもんやから。66ヤード56で、ちょっと受けてたグリーン。はい。手前から。60ヤードぐらいな。いいよ、これ。うまい。転がれ。おー、ナイス。ナイスです。素晴らしい。素晴らしい。僕のボールはあそこのバンカーにあったんですけど、あそこのバンカーが多分45ぐらいだったんで、ちょっとね、距離がね、多分乗るのは乗るんですけど、寄せるんが結構むずいと思うんで、こっち選びました。60度で。あ、でかいな、これ。止まれ。おー、すいません、上田さん。ごめんなさい。いえいえ、とんでもない。ありがとうございます。でも2人目ってなるとちょっとピンデッドに行きたくなりますよね。そうですね、がっつり、ね、ナイストライです。ありがとうございます。ゆうたさんのも戻ってきそうでしたけどね。うん、ほんまにあそこ受けてるから。ちょっと戻りましたけど、76ヤード打って3ヤードバックの73で囲んかなと思ったんですけど。うわー、でもなんかいや、ほんまにでもお世辞なしで前回の時よりあのアイアンの入り方がめっちゃ良くなってる気がする、うん、やっぱ前回調子悪かったね。前回も調子悪かったっすね。5年以内のワーストぐらいのゴルフが出たんで、いや、やばかったよな。決してもらわない。前回の僕のコラボをさせていただいたんで。あげてんの、ごめん。よっしゃ、またバーディーか。もう、あ、俺パターいらんな、これ、うん、ごめん、直しとくわ。あ、やります。じゃあトントンだけさせてもらいます。トントンだけ、すみません。トントンだけ。このグリーンでも上行ったらあかんっすね。確かに。めちゃくちゃ傾斜強い。うん。ボンさんナイスです。ありがとうございます。ボン選手ナイス。うわ、なんか微妙にむずいな。ライン消す？どうした方がいいんだろう。強気でいっちゃおう。まあゆうたくんが入れてくれるか。うん。一回見たら入るから。引っ掛けた、弱かった。 OK、 はい、 OK、 まっすぐドカンですね、うん、カップ右縁ぐらいでいく。はい。ゆかさん今どこ見てますか。ここを下に向いてなんかしながら、はい、はい、はい、いやー、仕上がってるわ。ありがとうございます。やべえ、この調子で行かれたらちょっとハンデ無理やな。ありがとう。ボール、いや、いける。大丈夫、ボール。
うん、出しとく。読めた。しゃ。ナイス。ナイス。素晴らしい。よし。ナイスです。ナイス。すごい。素晴らしい。負けない。負けないゴルフ。ありがとうございます。ナイスです。ナイスです。ナイスボンちゃん。ボンさんあの距離外してないですね。あの距離なんかもう外すイメージが出ないですね。いつからいいんですかイメージ？イメージは前のホールから。てっきり今月ぐらいかと思った。前のホールから完全プッシュしたのにめっちゃ曲がってきて入ってた。あって思ったらもうつい曲がってきた。めっちゃ曲がったよなさっきの。めっちゃ曲がった。あー面白い。この度マイゴルフ予約がスタートしました。なんと全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいた全ての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。待ってます。ボンさん助かりましたよ。ありがとうございます。皆さん金龍さんはマイゴルフ予約やってるんで、あぜひぜひぜひお願いしますね。そろそろでも金龍引きそうっすもんね僕ら。はい、ゴルフ夫婦の視聴者さんもぜひマイゴルフ予約使ってみてください、はい、ありがとうございます。187って出ました。プラス9。187、そんなに違う。めっちゃ長いっすね。それが違うかもしれん。187って長いな。6で白からやるな金龍。これはちょいドローやな。せやな、ドロー打ちたいな、俺も。ダフった。ダフんだ。ダフんだ。キック。キック。うお。ゴー。ゴー。ゴー。おーしい。あれ、俺前もあそこからアプローチした気すんだけど。そう。右？うん、右行った。ドスコイ。ドスコイ2です。でも意外とキックして右から帰ってくるパティーンもあるから。こうね、ギリギリからだ。ちょっと左足下がりなんでね。そうやね。2クラブギリギリ下がりました。6番でいきます。うんま、綺麗な球入ったぞ。入れ入れ、やば入れ、やばあざす、やばい。出しちゃったね。ナイスです。ナイスです。あざす。気持ち悪い青すな、うん、気持ち悪い青いあボールなかった。私もギリギリまで下がろうかな。私は5番ウッドでいきます。お、いいんじゃない。しなやかっすね相変わらず。わー、あー右。ナイスオン。ちょっと結果オーライだな。ナイス、はい、練習しなくてもあのしなやかさ保てるんやな。フラダンスでもやってるそっちじゃないとなかなか。6アイアンでいきます。あ、ごめんゆかちゃん、ん左行っちゃった。あ、でも全然乗っとるし。おーおー、ナイスキック。飛ばしやマジで飛ぶっすねいやロフトが立つんでしょうね、なんか。でも立てれんの才能ですもんね、うん、あ、そうなんですか。本当なんだろうか。んいや、ほんまに。あ、マジですか。なんか、寝かす寝かせる人は結構ね、うん、いっぱいいらっしゃいますけど。やっぱ飛距離って才能の部分もあるんですか、ドライバーとか。まあどうなんでしょうね、才能なんですかね、わかんないですけど、まあ、いや、才能じゃないと思う。あ、まあ努力もありますよね、もちろんね。なんか最初の多分、ゴルフの始まり方でこう変わるような気がしますね。なんかプレースタイルってそれぞれありますよね、なんかね。そうですね。ゆかちゃんなんか飛ばないけど小技がもうその分多分それ人以上打ってるな。そこでしのいでいくし。でもなんか僕らのチャンネル出てくれた人も言ってましたけど、環境ちゃいますかね、やっぱ飛ばし屋の環境にいたらやっぱ飛ぶようになるし。ああ、それはあるかもな。なんかゴルフ試合でも面白くて、なんかこう飛ばし屋の組にいると、まあ、一番飛ばない人もどんどん飛んでくるようになるっていう。あ、そうなんですか。
え、その日だけでも、その日だけでも聞いたことがあります。へえ、でもあるだろうな。ゆかさん、アマチュアの試合でって飛ばない方なんですか？飛ばない方です、ね、あ、セカンドオーナーばっかりです。セカンドオーナー、アマチュアの女性でそんな飛ばすんですか？結構、うん、飛ばす方多いですね。へえ、飛ぶよな、みんな。250近く、全然女子プロより飛ぶじゃないですか、下手し、うん、ね、ほんま飛ぶ人おるよな。逆に触れてるみたいな。なんか大体こうプロテストを受けてて、はい、あ、ちょっとダメだった人、ちょっとダメだったからアマチュアにっていう方とかも増えてきてるんで、やっぱ飛ぶ方は多いですね。うん、なんかそんな選手の中、ゆかさん活躍してるのやっぱすごい。いやいや、うん、何がやっぱ応援会入ろうかな。したことない。ぜひお願いします。したことないな。勝手に作ろうかな。ぜひお願いします。あ、すいません。めちゃくちゃ嫌がるやろ、なんかさ。いい。横断幕持ってグリーン横おったら無視されそう。いろいろ忙しいね、突っ込みどころ多いね。楽しみ。ナイス、ありがとうございます。さっきのでも 何番で打たれたんですか？6番です。あ、6番で、はあ、6番ではあって、ゆうとさん何番でしたっけ？6番です。一緒一緒です。なんだそりゃ。いや、めっちゃ綺麗な球だったから。確かに確かに、球上がらんからさ、ロングアイアンで。どうする、寄せる、寄せるだけ。うん、うめえよ。なんかマジかよ。おー、ナイス。はい、オッケーです。はい、オッケー、ありがとう。もう気楽に打てます。オッケー。はい、はい、すいません。やべ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 、おー、危ない。くそー、あぶねー、マジで打たないと入らない。なんか全部入りそうやな、ゆうたさんの。オッケー。ゆうたさん入れてる。ゆうたさんびっくりした今。腰悪なるわ。これちょっと待って、フックせえへんかな。いや、そうやね、せえへんな、これ。まっすぐで行ってみるわ。はい、おお、ナイスです。ナイスです。あらす、すごい。あらす、ナイスです。あらす、よしよしよし。面白いな、でも見とってな。すごいね。すごいわ。どう曲がるかがほんまに分かりづらかったけど、まっすぐ打ってよかった。まっすぐやったね、うん、いや、あの、僕が打ったんですけど、あ自分が打ったみたいになってました。やっぱ僕が打ったんです。チームメイトも自分の気分になってますね。乗り移ってましたね。遊戯みたいになってましたね。すごい。わからんな、これ。出せない。いや、わかるでしょ。遊戯ね。遊戯。誰やねん。え、遊戯。遊戯王の遊戯。あ、遊戯。もう一人の僕いるじゃないですか。わからんの。わからんわ。なんでわからんの。城之内ですか。あ、城之内です。わかるんかい。それそれ。わかるそれ。それわかるよ、私も。なあ、ゆかちゃん。ゆかちゃん、城之内好きだもんな。いや、まあ、うん。まあ、いろいろちょっとこの動画では喋れないんですけど。え、そうなんですか。ちょっと動画では。どういうこと、どういうこと。おいしい、おいしい。おい。イチャイチャすな。イチャイチャ。二人だけの秘密をちょっと出すなよ、おい。ナイス。あたし、サムネ、サムネ来ました。二人だけの秘密。二人だけの秘密って出るんですね。前のサムネも面白かったですよね。すいません。前のサムネ、ぶっ込みましたよね。何だったっけ、好きな頻度聞いてやったとみたいな。聞いてやったと。タイトルももう直結すぎやね。タイトルもおもろかったもんな。みんなが気になること聞いてやったってことか。滑ったらゴルフ夫婦のゆうたのせいみたいな。あ、ほんまに、あ、全部僕っす。ぶっ込んだよな。でもちゃんとあのゆうたさんに連絡しましたから。あ、そう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 。それをちゃんとしてるね。ちょっと思いついちゃってるんですけど、いいですかね。逆にこれしか思いつかない。おもろいな。ここ3ホールやったっけ俺ら。ここも。ここはお二人イーグルマストじゃないかな。さっきと同じような感じよね。さっきより楽だと思う。多分ボンちゃんそこの右の木ぐらいでもいいかもしれない。あ、です。右の木の上を行く感じですね。ですよね。で結構傾斜でこう左に返ってくるんで、より前に行くんですよ。今日低いでやな。いや、ちょっとティーがなかった。あ、上げるけど。
ティーがなかったんで引くティーでフェードで。おお、ナイス。完璧。いいよ。完璧。打たんでいいかな。うん。いい？ナイスです。それ間に受ける人おったんすね。いや間に受ける。ガチでする人もいたんすよ。一人ゲストで。一人ゲストプロで。あれ打たんでいい？打たんでいいよなとか言って、ほんまにクラブ直しに行ったマジで。シュナンチタイムですね。え、あとだっけ。知らん、聞いたことないんだけど、そんなこと。ウチナータイム。あ、ダサい。から。ほえー、ナイスです。これいったな。あざす。これ。いただきました。いただきました。それもしかしてシャフトの何？ディアマナ GT50R でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。俺も R シャフトにしようかな。やっぱ待たなあかんな。R シャフトの上で。ちょっと合ってきましたね。合ってきました。私はもう左を。僕らは堅実に。はい。ほー、ナイスショー。マジうまい。ちょっとヒールなんだけど。ナイス。はい、ありがとうございます。ナイス、ナイス。まあでも、3-4でもな。うん。アートレイクにこんなホールあったな。あったね。わー、ショー、あざーす。バッチグー。バッチグーいただきました。ありがとうございます。バッチグーでございます。ありがとうございます。これやりまくってんな。え？あかん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 。練習ね。練習ね。珍しく練習したな。うん。あ、そうなんですか。はい。普段はしないですか。全くしないんです。1ヶ月ぶりぐらい練習行きました。でもこの3人全くしないゾーンです、ね、あ、確かに。確かにね、カメラマンの方がしてるっすけど、多分そうっすね。あの披露するとこないけど。俺も回ったことないあ、ないんですか。そうなんですか。そうなんですよ、行きたいんですけどね、めっちゃ。僕が行ったことありますえ、スコアを何本ぐらいなんですか。でも95とか。あ、すごい。でも100切ったら映る。ベストは80代やな。そうです。あ、そうなんですか。80代ってすごいよな。なんかその練習しないお三方じゃないですか。これどうやってそのなんていうんですか、調子をキープしてるんですか。どう、ゆかちゃん。勘なるほど。いや、勘大事や。出たとこ勝負。出たとこ勝負って感じですね。素振りはするんですか、家で。あ、しないです。ゴルフクラブは多分もうずっと車の中にあります。できないです。だってラウンド中も素振りしないですよね。しないです。あ、しないですね。しないですね。すごいな、マジで。いや、ちょっとおかしいよな、ゆかちゃん。でも、稲葉さんも練習しないって言ってなかった。そうですね。あ、ありがとう。すいません。試合前にするって言ってた。でも、なんか練習しすぎるとドツボにはまらないですか。あー、でも、あると思いますね。なんか練習しなければ、フラットにまた戻るんで。あー、なんか調子良くなったですね。練習しなかったら、めっちゃは上手くならないですよね。あー、一定は超えれないですよね。はい、もうキープするのがやっとぐらいですね。確かに確かに。うん。でもゴンちゃんめっちゃなんかマイゴルフ始めた時より上手なってる。まああの時ドローやったもんな。ああ。やっぱドローは練習せなあかんな思ったな。へえ。でもドローで練習しないでいる横に。いやいやいや。あ、確かに。スカイブルーの。スカイブルー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 。久々に聞きました。当たらんな。何番いる？ちょっと待ってよ。176って出る。176？うん。岡山金魚さんマジでメンテナンスやばいな。なあ、どうなってんの。あ、手前だから手前でもいいか。うん、少々でも奥行ってもダウン上にはいかんと思うけど。はい、176ヤードのユーティリティ読んでいきます。うまっ。あー、やばい。耐えろ。あ、全然手前だ。あー、でもいいとこ行った。太鼓。何ヤード打った？170だったけど、力入った。170もっと打った方がいい。太鼓が大喜びです。はい、一パンってあげようか。うん、はい。なになに。うん、じゃあ僕6番でいきます。
まあね、過ぎないようにしてほしい。そうですね、はい、うん、適当でいいですあんま考えすぎない。考えない方がいい。そうやね、うん、乗ったら御の字だな。あ、ダフった。まあまあ、まあでも OK。 もうゆかさんならあれになるんですよね。ゆかさんゾーンがチップインゾーンだから。あ、すいません、ありがとうございます。はい、市民ので行こうか。近い方で行く。うん、ちょっとつま先上がりやけどいい。はい、まあ、でもこれこの10ヤードぐらいはでかいな。でかいでかい。うわ、すごい。これでも左行ってたらあかんかったっすね。確かにね。152ヤード8で142です10ヤード違い。調子ある、調子ある。8で。じゃあバックスピンしたよな。9で右から見せてこ、見せてイーグル取ろう。8チョン。ちょんすぎたあれ、9持ってきてなかったの、うん、地面が思ったより高かったな今ちょっと上がった。近く変動しましたね。ちょっと上がった。上がった。8はでかないわさすがに。なんでクラブなかったんですか。クラブがね、キャディバッグにしかなかった言ってよ、俺さっき打つの確かにそう、世話が焼けるなほんまに。入れたれ。はい、9番。入ったぞ。おでかいか、これ。1番。止まれ。イエーイ、ナイス。ナイス。すいません、ありがとうございます。練習やな。ねえ、しないですけどね。練習したいな。ちょっと頼みますよ、兄貴。ほんまに。何してくれてるんですか。でボンさん練習したらもうすごいことになるんじゃないですか。すごいですね。ボンさんでも練習したら逆にちょっと調子くるかもしれない。まあでも前半が良くなるやろな。ああ、前半悪いですよ僕、うんうんうん、出だしの特に出だし5ホールぐらいやっぱドキドキするんですよ。感覚わかんないですよね、はい、なんか恐る恐る行くような出だし練習みたいな。ドキドキ、ドキドキです。ドキドキです。ドッキー、ドッキーのドキドキ。ゆうたさんいいとこ、ゆうかちゃんいいとこ。ゆうたさんめっちゃ行ってるよ。あ、ほんまやな。どっちがいい。僕の方がいいんかな。かな、どうだろう。止めますか。ちょっとゆかちゃんどっちがいいか。ボン選手上地何いる。あ、9番で。9番はい、58。ボンちゃん51好きやから51も行っちゃい。あ、持ってこう。51さんですね。わ、これ入りそうやな。誰か入りそうやな。1人ぐらい入りそうですね。こっち行こう。ね、うん、はい、ちょっと逆目っちゃ逆目。こっちもじゃし。あ、本当。そっちで。僕じゃあ先打ってよ。先打ってよ。先打つ？うん。僕。受けてるこれ。いや、受けてないな。下りスライス。58度でいきます。はい。うん、ま。や。ナイス。オッケー。ありがとうございます。ゆうたさんうまい。めちゃくちゃうまい。たまたまです。今の普通に打ったんですか。普通に、はい。もう僕は一パターンしか打てないんで、右目に置いてこう、はい、あしかできないんで。私も58でいきます。最後スライスしたよな。ちょっとスライスした。あー、おー、ナイストライ。オッケー。もう入れてやろうと思った。ナイストライ。珍しく強気だと思う。はい、まあ、スラス。ナイストライ。はい、ありがとうございます。俺行こうか、先。うん、行くぜ。さあ、パタローチ仙人。9番で。うま。入れ。入れ。入れ。おー。曲がるな。ナイストライです。ありがとうございます。ナイス、ナイス。60度でいきます。弱いて。おー、刺身の方で行く。刺身で行く。あ、どっちでも。あ、すいません、クラブもらいます。あ、
ああ、そうです。いいですよ、全然。あ、すいません。すいません。すいません。ちょっと集中力がなかった。カバーまだ外してなかったですね。集中力が皆無やった。手が、あ、ヘッドが逆向いてる。あ、すいません。ひっくり返ってるよ。あっかー。ナイス、助かりました。すいません。ナイスバーディーです。ナイスバーディー。ありがとうございます。激震えした。やばいやばい。ゴルフ前まで強気で行くつもりやったら、なんか急にジャストタッチになる。体がジャストタッチ。でもあのラインちょっと嫌ですよね。嫌やったっす。ボンさんの方がまだまだちょっと上りなんかまっすぐドカン打って、ね、そうでしたね。疲労からもう頼むよ。ほんまに難しい方がやっぱ練習になるしな。いや勝負やから今日。本気やから俺だ。今2打差ですか。まだ今もう1打差じゃないですか。1打差なんだ。さっきのショートで。あ、そうか。え、ここでマイゴルフ終わり。終わりです、はい、いい展開じゃないですか。ですね、確かに、ね、ちょうどいい展開でございます。いい展開。次のホールが結構鬼門なんですよ。おっと、左ドックで。左ドック。1打目をプシュッと右に折っちゃうと OB ゾーンもありつつ、ただ刻んだらちょっとセカンド距離残るよっていう。覚えてるな、ここ。面白いコースになってますんで、次回はゴルフ夫婦さんのチャンネルで皆さんお送りしますんで、ぜひ概要欄ね、タイトル押してもらったらパで出るんですけど、概要欄の方から飛んでもらって、はい、チャンネル登録してお待ちください。そして僕らのチャンネルのね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。ではでは、ここの誰かのプレーがいいなと思った方はぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしております。それではまた明日ゴルフ夫婦さんのチャンネルでお会いしましょう。僕らのチャンネルも動画上がります。はい、はい、お楽しみに。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。